リウッド式美容針っていうのを僕はやってますけど、そのテクニックとかね、十分ここに使えますね。これリフトアップもしちゃうんですよね、うん。ハリキューデンからこんにちは、美容ハリ上田です。はい、ということで今日もですね、モデルのリコさんにお越しいただいてますけども、はい、リコさん、なんかこういった時期だとなんか結構体調悪くなるってさっきね、はい、お話ししましたけど、そうなんですよ。今梅雨で雨がすごいじゃないですか、はいはい、雨の日とか低気圧の日にすごい頭が痛くなって、低気圧頭痛ですね。そうなんですよ。結構あれですか、長いんですか、この長いです。もう小学生の時から頭痛持ちで。小学生か首肩こりって言ってましたけど。そうなんです。小学生ですか。頭痛持ちの肩こりの小学生。もうなんか大丈夫ですか。やばいですね。おばあちゃんみたいじゃないですか。でも本当おばあちゃんの話があったんです。あ、そっか。でおばあちゃんと一緒に頭痛薬飲んでました。おばあちゃんってなかなかいないですよ。いや本当なんですよ。はい、じゃああれですか、いわゆるバファリンとかロキソニン。そうですね、バファリン、ロキソニンを15年以上。15年、はい、これやばいですね。いやもう頭痛いと何もできないじゃないですか、はい、できないですね。仕事もできないし、ね、何もできないから、とりあえず薬飲まないと動けない感じなんですよ、はいはいはい、でもね、結構ちょっと胃に来たりしますよね。そう、胃も痛いです。胃も痛い。胃も弱いので、はい、頭痛薬飲んだら今度胃が痛くなっちゃって、でまた今度胃薬、大谷さんとかも。薬のスパイラルですね。はい、まあ、どうしてもね、緊急な時には、薬でね、飲んでね、乗り切った方がいいですけども、はい、今日はもうご自宅でできる方法をお伝えしながら、それやっていただくと結構楽なので、はい、それプラス治療ですね、はい、していきたいと思います。まあ、動画見てる方はですね、あの方法でですね、結構良くなりますから、はい、はい、それでは行ってみましょう。ではですね、頭痛を起こす方とかっていうのは、結構こめかみとか首肩の筋肉が凝ってたりもしますので、うん、全体のバランスが崩れていくので、脈を見てちょっと整えちゃいますけどですね、大体わかりました、はい、うん、そもそもちょっとやっぱり乱れてますね、はい、出た出ましたね。やはり上級者ですね。準拠になってます。はい、どうなっておりますね。あ、もう完全ですね。あ、これだ。これ嫌ですね。すごい嫌です。そうですね。お、なんか深いな。あ、胃と肝臓が来てますね。胃と肝臓。で、この湿邪って言うんですけど、この湿度があると、まあ、湿度の邪気がですね、こう溜まって経絡の中で止めちゃうんですよね。で、停滞しちゃうんです、こういうところ。ぐる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 流れてるんですけど、そこが滞ってしまって、あーって痛くなる。邪です。じゃですよね。じゃなんで、はい、それをシュッと取りますから、ね、大丈夫です。ご安心ください。はい、皆さんね、ちょっとなんかじゃじゃじゃな感じの人ですね、お風呂入った時にね、粗塩で足の裏洗うといいんです。それ結構じゃが取れます。はい、ちょっと今日重いなとか、お友達と話してとか、お店の店員さんとかちょっと嫌な感じになったなとか、そういう場合足の裏を塩で洗うんです。僕なんか重たいクライアントさんとかね、うん、例えばこう治りにくい病とか、うん、癌だったりとかするんですけど、うん、そういう方ってやっぱちょっといろんなものを抱えてらっしゃるんで、それ邪気を取るんですよね、治療院でね、はい、治療院で取るとですね、僕らもちょっと重い気を受けることがあるんです、うん、そういう時は塩で洗うんですね。そうするとじゃじゃじゃがシュッガーンっていう感じですね。こう今回ちょっと大変そうですね。ビシュッとかバーンと湧いてるんで、大変ですね。ちょっと地味なので、地味ですか？地味じゃないですか、針切るね。そうです。動きがないんで、こう整体みたいなこうバキッガーンみたいなないんで、あ、動きが、そうです。だからちょっと僕これジャとかを動きで表現してるんですけど、見えるじゃないですか。うわあああやあだとかね、全然伝わんないです。じゃバランスを見てみるとですね、これね、こちら多分力入ると思うんですね。こっち側ですね。もうやばそうですよね。全然力入んないですよね。だからこう乱れまくってるんですよ、湿邪で。で、それで頭痛を起こしてるんで、もちろん、セルフケアでやっていくのも大事なんですけど、こう全体整えてあげるのね。ということで、でもですね、一発でいっちゃいますね。
もう多分バランス整いましたね。ピークですね。もう大丈夫そうです。ね、だいぶ入りますね。力入ります。もっと戻しますか。いやね。このまま。このままキープで。対象。何もだいぶ入れるんですけど、これだいぶ良さそうですね、はい、あ、いいですね、違和感なくなりました、うん、いいですね、この、うん、ここがね、なんかボボってジャがいたんですけど、そのまま流れました、はい、OK です。じゃあここに入りましょう。どっち側がこう調子悪くなったらどうしますか。右左とかあまりないですか。両方ですか、はいはい、両方の場合はですね、右手と左足っていう感じなんですけども、まあ、スタンダードはこうなんか調子悪いなっていう方の反対の手のツボを使うんですよね、うん、でも両方痛い場合は今お伝えするツボを両方使うといいんですね。でまず先に治療しちゃいますけども、まず使うの外感っていうツボなんですけどね、ここね指2本ぐらいとかですね、はい、ウェーダー式の場合は2本打ちますね、はい、2本入りました。足輪筋ってところがあるんですけどね、この薬指と小指のこの筋のここに抜けてここに入れますね、はい、OK です。じゃあここでご自宅でできる方法ですけど、10円と1円を使いますね。この今針入ってる外管というつもり、ここに10円を貼ります。ちょっとここなんですけど針があるのでずらします。10円を貼ります。で足輪球というところね、先ほどお話ししましたけど、足の薬指と小指の間にあるこの筋のところね、筋を越えたところに1円を貼って、ね、今針あるんでちょっと近くね、これだけですね。これ両方調子が悪い方は両手を貼ってください。で右側が調子が悪い方は反対側の、ね、左手、右足っていう感じで、こちら左側が調子悪いことを右手、左足っていう感じでクロスしていくのがいいんですけども、今言ってる意味が分かんないってことです。よく待ってください。でここで実際ですね、首とかを少し緩めてあげるというので、硬いねこの辺はね、硬いですよね、痛いです。もう頭も硬くて、うん、なんかすごい痛いんですよ。ハリウッド式美容針っていうのを僕はやってますけど、そのテクニックとかも十分ここに使います。これリフトアップもしちゃうんですよね、うん、はい、ちょっと響けますかね、10分ほどお休みいただくのはどうしてですかっていうコメントもあったんですけど、まあ、自律神経整えてるので、もう全身調整の場合10分を置くことによって交感神経と副交感神経の、ね、バランスが整って、自律神経が整ってきます。それから針を入れておくとですね、そこの周りってすごく血流が良くなってくるんですけど、その血流改善をですね、もう一瞬でもまあ改善するんですけども、入れていくことによってよりしっかりと筋肉が緩むので、目的によってですね、まあ、一瞬で取ったりとかですね、針を置いといたりとかしてます。ということで、まあ、10分お休みください。はい、ということで10分経ちましたので針を取っていきたいと思います。結構ジャが流れてきました。ちょっとお腹見ますね。お、全然柔らかいじゃん。全然違和感なくなりました。こっちの硬いぐらいですよね、うん、ここに変なのがいましたが、これよろしくなかったですね。危なかったです。危ない。ジャジャジャがいたんで、ジャジャジャ、もう消えました。消えました。大丈夫、戻しますか。いや、もう大丈夫です。
頭痛に関してですね、こう11円もこうやって治療した後に11円やっていただいたりとか、ちょっと、1、2週ね様子見てください、寝る前とかちょっと調子悪いなってやっていくと、この気圧の変動とか調子悪いなっていう時にすかさず貼ってもらえればなと思います。まあ、テレワーク中とかだったらね、貼れるじゃないですか。さすがにレボデの時もギリギリ貼れないですけど、ね、その時は外していただいて、で動きはちょっとチェックしてみたいと思いますけどね、はい、首だけで右を向け、はい、右向け、おー、いけますね。めっちゃ向けます。はい、で反対向き。いけますね。いきます。おー、バッチリですね。上向きとかね。はい。おー、いけますね。はい。大成功です。首肩もかなり、緩んでますんで、はい、これでいいかなと思います。楽になりました。まず11円ですね。やっていただいて、続けてもらえればなと思います。はい。はい。ということで、大成功。よかったです。はい。はい、それではですね、今日はここまでになります。他にもですね、施術の動画ですとかセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。一日やってください。元に戻します。いやいや、もういいです。猫さん、前回の施術から2週間ぐらい経ちましたけど、はい、どうですか、その後11円やっていただいて。その後結構雨とか最近も続いてるんですけど、もう頭痛が最近ないですね。おお、よかった。結構ね、この時期、はい、やばいですもんね。やばかったんですよ、はい、で薬が欠かせなかったんですけど、小学校からそうね、それを急に思い出しました僕小学校から頭痛って、はい、ねやばいですよね。ね、胃に穴開いちゃいますからね。薬が見せちゃう。危なかったです、よかったです。じゃあ、続けていただいて、はい、すっきり爽快に過ごしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。